石野陽三の芸術。お日さんとお月さん、こんにちは。ご挨拶。あいつ。これ作者がわけがわからん。これなんじゃいな。というテーマ。はい、次。これ作者がわけがわからんけど、目玉が3人分並んでいる。左下に私のサインが何か笑っている。これ遊んでいる。これなんじゃいなの類である。はい、これもしかしたら怖いものを想像させるかもわからない。鬼でも想像させるかもわからない。これもこれなんじゃいなの類である。はい、次は決体な男の頭に決体な花が咲いたということ。はい、次は作者もこれよくわからん。これなんじゃいなだけど何かようわからん。はい、これは神戸の沖行く船、太陽が笑っている。はい、これ花と壺、壺には鳥がいろいろ、真っ白な鳥が飛んでいる。はい、これも神戸の沖を行く船、太陽が笑っている。はい、これはボトルとグラスとフルーツとフラワー。はい、これは決体な壺と決体な花、いずれも小さな色紙サイズぐらいの作品、水彩画。終わり。